皆さんこんにちは、ユーロデザインの今村です。今日ご紹介いたしますのは、なんとですね、1979年式の、フォルクスワーゲンのタイプ2という車になります。ちょっと後で動画を編集してですね、写真を差し込めればと思っているんですけれども、一応3列シートの、いわゆるまあミニバンっていうんですか、今で言う言い方したら完全箱型の車ですよね。ハイエースとかああいう車と同じ格好の車なんですね。で、一応タイプ2の、2世代目の車に当たるそうで、T2 と呼ばれている車です。で、珍しいのはですね、この車はオートマチックなんです。オートマチックが非常に珍しいということです。で、エンジンは 2000cc のインジェクションになった方というふうに伺っております。すごいのはですね、エアコンはない、パワーステもない、パワーウィンドウもない、ないない尽くしなんですけど、さあ一体どんな感じなのか早速乗ってみたいと思います。あ、ただエンジンがすごいんです。エンジンがですね、何の儀式もなく、スルッと普通にかかるっていうのも素晴らしいと思いましたね。ちなみにエンジンはですね、一番後ろに積まれています。早速行ってみたいと思います。で、これがこれで回してサイドブレーキなんですけどね。はい、かけます。ちなみにですね、ウィンカーは普通に左側にここにレバーがありまして、なんか特別今の車と、まあ、見た目はこうすごい古いんですけど、今の車とまあ何も変わらず操作ができますね。で、このまたブレーキの感触がすごく良くてですね、下から生えてるポルシェとかと同じような、こっちもオルガンで下から生えてるんですけど、これすごい操作しやすかったです。本当に素晴らしいと思いますね。いわゆるレンガタッチって言われる、ブレーキのタッチとしては一つこう完成形と言われているタッチなんですけど、があります。で、この車実はね、遅くないんですよ。なんか我慢してこうトロトロ走んなきゃいけないのかなと思いきや、全然活発に走ります。で、車重が1400キロ、1.4 トンぐらいしかないので、なんかその辺も効いてると思うんですけど、とにかく速い。多分今ちょっと風の音がすごいしてると思います。今この三角窓両方開けてですね、風が入るようにしてるんですけど、今日は多分外気温、30度あるかないかっていう、ちょっと割と涼しめな日なので、もうこれでも十分窓を開けたら何のあれもないんですけど、1回の35度っていう風に乗りました。そしたらですね、意外にも風が吹いてくれると耐えられます。多分渋滞はきついと思うんですけど、耐えられました。こうやって乗ってるとですね、なんか本当ね、我慢してないです僕。全然乗り心地もすごいし、ブレーキは操作しやすいし、でアクセル踏んだらちゃんと加速してくれて、で操作したこと以上のことはしてこないし、ついつい外観がすごい本当可愛いんで、この可愛らしさにやられてしまうんですけど、可愛いからみんなこう長く愛している車なのかなと思ったんですけど、実は普通に乗りやすい車だったから長く持っていられるっていうのも多分あるんだろうなと思いました。あと割とこう何ですかね、
雑な機構がついていないので維持するのも割と楽なんだと思うんですね。なんかあのクラシックカーを乗るっていう楽しみの中にこうどうやって言ったらいいですか、あの一生懸命整備してですね、あの年間であの工場に入ってる方の日数が多くてあんまり乗れなかったなんて話がよくありますけれども、なんかそういう運じゃないのかなっていう気がしましたね。なんかもうずっと毎日一緒にいられるみたいな、そんな雰囲気です。実際うちに今来て10日ぐらい経ってるんですけど、エンジンがかかんなくてぐずったってこともなければ、エンジンがこうやって走ってる途中に止まっちゃったみたいなこともないので、あ優秀だなと。ちょっと34年前の車になるんですけど、いやー優秀だなとちょっとびっくりしております。あ、道間違った、全然道を間違えてしまいました。で、あとこうパワーステがない、パワーステがないっていうのがまた大変だろうなと思いきや、まあ動き出したら別にね、なんてなってもなるんですけど、このハンドルがすごく大きいんで、まあなんとかなるなっていう感じですね。あの車の中でテニスをする必要はなかったです。ブレーキの感触がいいのもさることながら、この本当ハンドルもいいです。すごくあのなんだなんですかね、乗りやすいと思います。ただ今これはもともとそういうものなのか、それとも何かあのダメになっているものがあるかそうなのかわかんないんですけど、ハンドルの遊びはこう少し大きいんですよ。この間がそうですね、指3本分ぐらい動いちゃうんですよね。だから右から左へ切り返すと、こういう時にその遊びの分をすぐ動かしてあげないといけないのがあれなんですけど、いやー乗りやすい。この車は、かなりあの、いろんな人の笑顔が見れる車ですね。今うちのお店に置いておいて、あの来ていただけるユーリストの皆さんもうわーって言っても本当にニコニコ見ておられるし、でこうやって運転していても、対向車とかね、こう信号待ちで並んでる車のところにお子さんが乗ってらっしゃると一生懸命指さしてですね、あのお父さんお母さんにママママみたいな話をしてるんですね。で、あの車すごいよみたいな多分感じなんだろうなと思うんですけど、なんか違う意味でのすごい優越感っていうんじゃないんだけど、すごい車でしたね。いやー気持ちいい。まあ、今日もあの天気は特に湿度が今日低めなんで気持ちいいんでしょうけど、まあ気持ちいいですね、本当に気持ちいい。よくできているのも特徴じゃないでしょうか。前のお客様のお話によると、この車のシートの張り替えっていうのはしてないらしいんですけど、このビニールが破れてないのもそうだし、これもすごいなと思ったのと、あと座り心地がですねすごくいいです。ちゃんとクッションが分厚いなっていう感じが
ありますね。これ後ろのシートもそうなんですけど、皆さんこう中乗られて、あの皆さんおっしゃることが、何これすごい座り心地がいいっていう話が皆さんおっしゃってますね。座ってるとこは前輪の真上になるんで、基本的にはものすごい乗り心地が悪くなるんですね。ハイエースなんかもそうなんですけど、まあ、要は思いっきりこう上下させられちゃう感じがあるんですけど、まあ、先ほど多分この映像でお分かりいただけてると思うんですが、なんかあんまり揺られないんですよね。どういう秘密があるのか知らないですけど、なんかこんなおやばいみたいなのはないです。そっとあのブレーキをかけて一定ブレーキのままで止まったんですけど、こういうことがね、自由自在にできちゃったらすごいんですよね。軽いからそう感じるのかもしれないんですけど、よいしょ。ではいつもこの道行ってみたいと思います。よいしょ。いやー、これすげーな、なんだろう。いつも通ってるとこなんですけど、僕はもうちょっと自分がこういう風になるかなと思ったんですけど、ならないですね。なんだろう、不思議です。すごい、まあまあ、あのタイプ2はあの普通にこうやって乗れるだけではなく、乗り心地までいいというですね。いや、びっくりしますね。ということでですね、一応フォルクスワーゲンタイプ2のご紹介ということなんですが、この車は今はうちのお店で販売をしておりますので、ご興味のある方ぜひ試乗していただけますので、ぜひぜひご来店いただければと思います。